週明けの月曜日、火曜日ですね、ナスダック100はもう一段そこを掘る流れになっていくんじゃないかなと、個人的に予想しています。で、今週そして月末にかけてのジグザグね動きをですね、今から皆さんに共有したいと思いますんで、ぜひね、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ここ最近結構私の予想当たってませんかこの上なり下なりっていうね、はい。 で、先週についても下落ということで、まあこの下げのめどであったりとか。で、結構ね、見渡すと、えー、上昇予想、ね、上予想の方多かったんじゃないかなっていうふうに思います。まあそんな中ね、まあ先週の金曜日は下髭つけず重い陰線がドンって。はい。これかなりね、株価にとってネガティブかなっていうふうに思います。はい。 で、えっと、週明けなんですが、まあ、この陰線を受け継いでですね、私は月、火で、もう一段ね、下落すると思っております。はい。ですので、そのあたりのね、詳細をちょっとお伝えしていきたいと思います。まずね、ざっくりですね、これ今、冷やしなんですが、こんな感じじゃないかなっていうふうに思っています。 はい。下、上、下。ね、月末にかけて、月か下,下。で、週末にかけて上昇で、で、月末にかけて下落みたいなね。はい。こういう形でイメージしております。はい。なので、えっと、前回ちょっと動画でアップした 520あたりで切り替えして反発するっていうね。そこからね、ちょっとね、あの、アップデート、修正をかけています。まあ、その根拠はですね、やはり、まあ、こういうね、重たい陰線、はい、下げほとんどなく引けましたよね。なので、下げにまだ続きがあるだろうと、このように考えています。で、その他にもね、根拠があるんですよね。 S&P500 なんですけど、まずね、ちょっと今、線引いてないですけど、えー、昨年の10月からのトレンドラインですね。長期のトレンドラインを週足レベルでね、実体でしっかり割っているということ。あと、えー、この200日線ですね。数週間前、えー、では、えー、この下髭になってね、買われたんですが、実体でね、えー、まあ、しっかりブレイクしていると、はい、いうこともあります。で、えー、まあ、 週明け月下でもう一段の下落があるんですが、まあ、その後ですね、私は反発すると思っています。はい。小反発ですね。はい。小反発して月末にかけて結局、えー、ズドンって落ちていくと。はい。そういう流れですね。で、注目すべきはですね、まあ、皆さんもね、この週足の一目金衡表のこの遅行スパンですね、この黄色いやつ。はい。これがね、まあ、週明けに落ちていくと思うんですよね。で、落ちていって、 た先にここの雲雲のの上限があるじゃないですかこの辺りにタッチしたところが一旦の下げ止まりじゃないかなっていうふうにこの SP500 を見てて思います。はい。ですのでそういったことを考えてちょっとシナリオ展開考えたのがこちらになります。14,289ぐらい。 300ちょっと割ってくるぐらいまで下落していくんじゃないかなっていうふうに思っています。で、それは SP500 の周足だけじゃなくてですね、えー、このあたりのチャートパターンですね。はい。このあたりの、まあ、ナスダック100のチャートパターンから得られる、まあ、下げのメドとかね。はい。あと、冷やしのボリンジャーバンドとかね。まあ、いくつか根拠を重ねて、まあ、だいたいまあ、300ちょい割ってくるんじゃないかなと。はい。えー、このように思っております。で、 ま、この数ヶ月間の、こういう平行チャンネルの加減を試しに行くという観点でも、ま、妥当かなという気がしますし、何よりですね、もう一段下げる理由の最大の根拠はですね、やはりこの重い因線ですね。はい。え、これでね、週明け、もうここが底値になってすぐ反発するとはちょっと考えにくいですよね。はい。 ですので、まあ、この辺りまで、はい、下落していくと予想させていただきたいと思いますでその後はですね底固めをして反発ですね4時間足レベルでこのような逆算尊であったりとかあとこういう細かいレベルでの、まあ、ダブルボトムですねこういったものを経てでいっ上昇するとどこまでって言ったらですね冷やしの直近高値がここのトップになるんですよこちらですね 15338ですね。で、えー、まあ、週明け下落するであろうメドまで、フィボナッチ引いた、えー、半値戻しぐらいですね。14813あたり、800前後。はい、このあたりまで、まあ、週中に反発していくんじゃないかなっていうふうに思っています。で、そこから、週末にかけてですね、はい、下落していくような流れですね。ですので、えー、まあ、来週というのは、一旦そこを掘って、 でその後上昇して結局戻ってくると下上で戻るという形なんで週足のローソク足的にはですねこんな感じはいこんな感じになるんじゃないかなっていうふうに思っておりますはいいかがでしょうかまあ、ここ最近ね予想当たってるとはいえそろそろ外すんじゃないかなっていうねのもあるんでまあ、皆さんねまあ私の話を聞いてぜひねご自身で ご判断ください,、はい。私的にはもう一段、はい、そこを掘ると、はい、いうこと。でその後切り返し上昇しでそれが最後の小反発になりで週末でそして月末にかけて下落していくと。なんせ週明けに一段下でそこから反発、ね、この間の値幅が500ポイントオーバーかな。 はい。五百数十ポイントあると思います。で、現在価格が548なんで、ここまで下げるとですね、260ポイントぐらいですかで、そこで、底固めして。ですので、このあたりで、ダブルボトムを月化で形成するとしたら、これね、一時間足レベルで見なくちゃいけないですね。はい。ここの安値を割る、えー、寸前のところで切り替えして、 こんな感じで反発するような兆しが見られたら、まあ今持ってるショートポジションですね、私は理覚しようと思っています。はい。理覚。一旦理覚ですね。さすがにね、このあたりまで反発するってなると、まあちょっとですね、もったいないなっていうのがありまして。っていうのもありますし、で、 まあ私もね、近藤で、まあ、他の方の予想を見てたんですけど、あのー、私、普段見ないんですけどね、あのー、結構ね、上の予想している方が多くてですねで、結果このように下げてるじゃないですか。ですので、ま,あ、まだまだね、底打ち上昇の可能性も全然、はい、ありうるということで、細かくトレードしていき、しっかり、ね、ヘッジをかけていくと。はい。 いう意味でで絶対したって決めつけずにですねもうちょいやっぱり細かくトレードしてでいよいよ11月にかけて私は下落予想していますんでそこで大きく走った時はしっかり、えー、まあがっちりホールドはいっていうまあそういうイメージで、はい、立ち回っていきたいと思っております。 はい。ですので、ナスダック100はですね、月間にかけて、1点2点の2点底をつけるような、最大14,289とか。まあ、この細かい数字は別に根拠ないです。14,300割ぐらいですね。はい。まで下げて、そこから、底固めをして、800前後ぐらいまで上昇しで、そこでダブルトップを形成し、天井を固めて月末にかけて、はい。200前後まで また落ちていくと。はい。えー、そんな形で。で、まあ、えー、後から引いてみると、まあ、三ン形成したよね、といった形ですね。はい。よろしいでしょうか。で、ちょっとね、一目均衡表ね、重ねてみましょうか。まあ、どうなるかわかりませんが、まあ、今、一目均衡表4時間足で、 基準線、転換線、ロウソク足で、そしてコースパン、す、ま、べ、あ、てね、下抜けた形になっています。下抜けて走った後で、このように雲を一辺試して落としていくと。はい。そういうイメージですね。いかがでしょうか。はい。これがね、ナスダック100の予想ですね。で、今度ね、SP500 もね、まあ、これと似たような形で予想する。だいたいね、投落率とかもね、ちょっと見てみましょうか。 検証が必要なんでねナスダック100は週明けから1.81%下落しますで SP500 はどうか SP500 のジグザグ予想はですねはいここから1.55%ねナス100は1.81%下落に対して、えー、SP500 が1.55%まあ比率的に妥当じゃないですかねはい 妥当かなって思うんですけどいかがでしょうか。でその後の上昇ですね。はいこの底からナスダックはここまで結構上昇するね526ポイント3.68%の上昇はいで SP500 どうでしょうか SP500 はこの底値からここのねちょうどね長期のトレンドラインはい 3.27%135 ポイント5ドルはい135 アップすると 3.27SP500 に対して NAS100 は3.68%の上昇。はい。この比率、妥当なのか否か、いかがでしょうか。はい。皆さんね、ぜひね、自分で、ご自身でね、検証しましょう。はい。で、まあ、SP500 はですね、結局、まあ、このね、皆さん、よくご存知の この長期のね、髭先を結んだトレンドラインね。いろんな結び方があると思うんですけどね。ラインチャートにして終わり値ベースで結んだりとか。いろいろあると思うんですけど、私は髭先で結んでいます。で、これを先週の金曜日、実態で明確に抜けたんですよね。はい。割り込んで、で、すぐね、このようにリバーサル、ね、戻しがあるかと思いきや、いやー、非常にね、はい。その後のまだ、もう一段の下落がありそうな陰線なんですよね。皆さんそう思いません 金曜日の相場見てて、かなり重い、ドスンってきた陰線だったって思いませんかで、それを考えると、やっぱりね、月間でもう一段あるかなって。はい。で、その後、かなりね、まあ、下に走ってからこの辺戻すと、はい、言った形ですね。あれくっついてたのにね、おかしいですね。まあ、なんせですね、まあ、あのー、SP500 が、いや、そしてナスダックがね、月間で下げて、その後、戻していくときの、ね、 まあ、例えば、ロング取るとするじゃないですか。ロング貼って、で、利確の目処っていうのは、もうね、やっぱりこの SP500 の、この長期のトレンドライン。はい。このあたりじゃないかなっていうふうに思っていまして。今ね、くっついてないのがすごい違和感ですね。しっかりくっついて私シナリオ立ったのにね。はい。有料でね、トレーディングビュー私買ってるのに。なんかね、いろいろバグが多いですね、この。はい。まあ、便利ですけどね。はい。で、ちょっとね、あの、話が脱線しました。 はい、SP500 は、ま、こんな感じのイメージになっています。で、ナスダックはね、まあ、こんな感じですね。冷やしの直近高値から、この安値までの戻しが、えー、もう618までは戻さないかな。もう5000近くなっちゃうんで、はい。半値戻しぐらいかなって思っています。で、その時の、ま、根拠の重ねとして、やはりね、この4時間足レベルの、ま、三役逆転という形からの雲を見に行くと。はい。 えー、そういうイメージですね。はい。で、SP500 の一目金衡表の雲。ああ、そうですね。SP500 も同様ですね。はい、この辺り雲がありますよね。うん。抜けてからの雲。はい、触って落ちると。非常にシンプルかなって思います。いかがでしょうか。ちょっとね、先週よりはね、あの、自信がないかもしれない。 そんなね、あの断言してね、はい、必ず週明け下がりますよとかねで、そしてここまで上がりますよとかってね、もう結構、ここ最近、いい感じで予想を当て続けているんで、そろそろ、ね、外すって思ってるんですよね、私ね。はい、ですので、まあ、皆さん、ご自身で判断してくださいね、最終的にはね。で、これがね、ナスダック100の、はい、シナリオです。よろしいでしょうか。 月足確定は、まあ結局ね、14,200近辺と。で、11月はね、私、下げると思っています。はい。どこまでっていう話なんですけど、それはちょっと、まあざっくり言うとね、一旦13,600で跳ね返って、ね、13,600前後で跳ね返って、その後ね、万三千最終的にね、ヒゲ先で13,150ぐらいまで落としていくかなっていうふうに思っています。はい。なんせね、もうね、何ヶ月も、はい、天井固めたね、 チャートパターンを結構ね、勢いよく下に行こうとしているんで、今ね。はい。ですので、まあ下げるんだったら、まあ1万3000前半ぐらいかなっていうふうに思っています。はい。まあどうなるかね、SE を見ていきましょう。で、これがナスなんですけど、その他ね、はい、SOXL。SOXL を、まあこのざっくりね、シンプルに下、上、下の月末のシナリオを当てはめるとですね、だいたいこんな感じかなって思っています。はい。 SOXL ホルダーの方々ですね。はい。こんな感じで私は推移するんじゃないかなっていうふうに思っています。で、えー、まあ、来月ね、月初めから、はい、下落していくということですね。はい。で、NVIDIA。n v d i はですね、まあ、こんな感じのチャートパターン優先でですね、こんな感じのイメージで、はい、月末向かっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。で、下げが加速するのはあくまで、えー、下げの本番は11月かなって。 思っています。アップルも同様ですね。アップルも下、上、下ってなってね。最終的に下げが加速するのは、この週足の下落トレンドがね、はい、167.63。はい、これが確定する、うん、まあ、11月なり、10月、今月末、はい、にここを割ってきて、下げが加速するんじゃないかなというふうに思っています。で、ビックスなんですけどね。 ここ最近、まあかなりね、まあ上昇してきていて。で、今のこのチャートの形というのは、ぴょんって上にね、跳ねていくような形をしてるんですね。逆三層の形をしていて。で、ビックスのことだからね、そのまんまぴょんって一直線に上に行くんじゃなくて、こんな感じで動くと思っています。はい。一旦上に抜けて、ね、月下で上抜けして、 でその後、まあ、株が反発して上がっていく時にこのようにね深押しが、はい、来るんじゃないかなとでその後、まあ、月末にかけてこうやってピョーンってようやく、はい、本格上昇していくという形で、はい、そのまんま綺麗に一直線に上げていくんじゃなくてジグザグで、はい、最後ドンって上げていくとそんなイメージを持っております、はい、いかがでしょうか はい。え、ですので、まあ、ナスダック100ですね。はい。細かい予想としては、まあ、このような形。4時間足のね、一目均衡表。はい。このあたりとか、S&P500 の長期のね、トレンドライン。ちょっと今ずれてますけどね。なんでかな。はい。えー、まあ、このあたりですね。を睨みつつ、もし戻しがあったらそこでまた、おかわりショート。はい。戻り売りをね、かましていこうかなと。 いうふうに思っています。で、もちろんですね、あの、さっきも言ったんだけど、まだまだね、あの、そこうちの上昇、上目線、上のシナリオっていうのは、否定しちゃいけないと思うんですよ。ですので、私は、うん、やっぱり細かくロング貼るべきかなって思ってるんですけど、いかがでしょうか。まあちょっとね、わかんないですね。週明け、まあ値、ね、動きを見ながら、で、あと、4時間足レベル、1時間足レベルのね、上昇のシグナル、パターンを見ながらですね、 はい。トレンドを見極めながらですね。まあ、相場についていくと。うん。ある程度細かく、月末まではついていき、で、こういったところですね。はい。抜けて、戻して、落ちるってね。はい。こういったところで戻り売りかました日にはですね。まあ、しばらくホールドかな。はい。ショートホールドかなって思っています。で、逆に上抜けたらね。はい。えー、その時に持っているロングポジションね、そのまま継続ってことになるし。はい。非常にね、見極めの難しい。 はい。えー、まあ、月末への展開となっていくんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。えー、まあ、こういったね、私のシナリオ、はい。今後もね、アップデートしていきますんで、よろしければね、チャンネル登録、そして高評価ボタンを押していただけるとね、幸いです。えー、本日は以上になります。ありがとうございました。